続いてはですね、ちょっと、毛色を変えたものをご紹介してみようかなと思ってます。こちらはですね、もう映像出てますけれども、アクアマリンの、柱状のですね、結晶を、磨いてですね、仕上げました。アクアマリンの柱状結晶の原石になります。先っぽをですね、カット工場の社長さんが鉛筆のように、ちょっとカットをしたのでですね、柱状結晶鉛筆カットと仕入れ職人は呼んでますけど、なんかいい感じに仕上がりましたよね。で、何よりこの、アクアのですね、濃淡、濃いところと薄いところの、まあ分かりやすく言うとバイカラーですよね。バイカラーアクアマリンみたいな感じの、こう縦の長さが41ミリもあるので、なかなかあれですけど、存在感が抜群にあるものですけれども、ご覧のように、もう本当にすごい透明感と、まあ真ん中にはこのようにね、インクルージョンがありますけど、このインクルージョンがまた面白いんですよね。よく眺めると角度で、この辺ですかね、キラッと光る、こんな感じで、こういうのも潜んでますし、ただ基本的には本当、透明感があふれるという表現でしょうかね。すごく澄んだ感じで見ていて気持ちがいいし、楽しいし、もうすごい、いい感じの原石になりますね。この濃いところはまるでサンタマリアのブルーですし、薄いところはまあこうしてないとまではいきませんけど、結構カラーレスに、近い色になっていくので、本当にアクアマリンの濃いところから薄いところまでをこう感じられる一本になりますね。まさに一本っていう感じなんですけど、この辺なんかいいですよね。ぐーっと色が、グラデーションが感じられて、こういう感じでですね、ちょっと見ていてすごく楽しいので、ちょっとですね、今までの感じと違いますけど、こういうのもご紹介してみようかなと思って、撮影してみました。はい、こちらもちょっと出品してみようと思いますので、ご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。